7月10日、中国各地から集まった預金者が、中国人民銀行鄭州支店の前で、河南銀行に預けた預金の払い戻しを求めて抗議活動を行いました。正午近くになると、白衣を着た人と黒衣を着た人が退去して抗議現場を包囲し、暴力的に抗議者を拘束し始めました。怪我を負った預金者もいます。7月10日午前5時過ぎ、2000人から3000人の預金者が、中国人民銀行鄭州支店の前の階段で、中国語と英語の横断幕を掲げてスローガンを叫び、河南銀行に預金の返還を要求しました。这就是荷兰政府，他们都用那个，都用公权力，都用暴力机关，那些警察把我们合理维权的主妇，我们要自己合法存款的主妇包围起来了，这还是中国的天吗？这还是中国吗？救救这些老百姓，救救这些主妇吧！当日の午前11時ごろ、大勢の警察官がデモ現場に到着して、参加者を拘束し始めました。デモに参加した預金者は警察から暴行を受け、一部の参加者は怪我をしました。その後、当局はバス40台を動員して、デモに参加した預金者を強制的に連行しました。我的眼睛被这个河南的黑社会打成这样了、然后外围都是警察、被警察拖到了这个大巴车上。河南省の複数の村鎮銀行の預金者は、今年4月下旬から預金を引き出せなくなり、被害を受けた預金者が40万人に達しました。彼らの預金総額は約400億元、約8180億円に上ります。河南村鎮銀行の預金者の多くが、7月7日の夜から自分の健康コードが理由なく赤色に変わっていることに気づきました。彼らは誰が河南銀行を裏から支えているのかと疑っています。業界関係者は、河南銀行の経営破綻は中国の銀行の信用体系が崩壊した問題があるだけでなく、国全体の信用体系が失われた証の一つだと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。